ネクタイの色がどう考えてもなんかもうちょっと寿感出してくれる。寿大社です。まあまあ別にいいことっちゃいいこと、いいこと、悪いことではない、悪いことではないから。黒つけんのはさすがにちゃうやろ。ここでネクタイ黒は違うやろ。それは喧嘩売ってる、喧嘩売ってるやろ。どうもおはらすみやてんはのです。どうもおはらすみやてんてんがです。はい、というわけでタイトルにもある通り、この度花尾伝願はUUUMを退所させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。伝えたいことは、まあ、それだけです。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、それで終わってええの？まあ、一旦ここでエンディング挟んで。あ、そういうことで。まあ、大体の人にとっては、あっそうって興味なくて、そのままピッて終わるから、この先聞きたい人って、ほんま一部のコアなファンだけやから。そうですね。エンディングの瞬間って大体視聴比率ガッて下がる。ガッて下がるから。ここで一旦ガッと下げる。そっか、昨日に、ヒカルさんとの、そうコラボがね、結構攻めた動画がね、ちょっと攻めた動画が上がってますよね。はい。上がってたと思うんですけども、もちろんね、もう皆さん分かってると思うんですけども、まあ、あれをやる前から、まあ、正直、UUUM対象はもともと決まってまして、まあ半年ぐらい前から、まあちょっとこう、UUUMの人と辞めるお話を、辞める手続きをまあさせてもらってて、2月末にまあ正式に退所という運びになりましたと。はい、なので、まあ昨日の動画は、まあやらせってことはないんですけど、どうせまあ負けるなとは思った上で、どうせ負けるんやろな、俺たちと思った上で、まあやって案の定負けたという。そういうことですね。感じなんで。どっちにしたって負けてましたね。どっちにしたの？ヒカルの圧力やばいから。レベル5で一応挑める視点のを挑んでみたらやっぱ負けたね。やばそう。いい例えかも、いい例えかも。で、まあ理由なんですけれども、まあ一応まとめると、親から離れて一人暮らししたい俺なんですよね。ああ、そういうことなんですね。あの時の俺。あの日の俺です。なるほど、なるほど。普大の入試行かずに。普大の入試行かずには関係ない。普大の入試行かずに合格発表してた瞬間からもう待ち望んでたんですよ。一人暮らしを。一人暮らしを。まあ要はですね、まあUUUMっていうのは、すごい大手事務所で、クリエイターをしっかり守ってくれるわけなんですよ。ございますね。言うてもクリエイターって社会人経験ない人がほとんどで。そうですね。学生とかもいますもんね。新築林だから、親となって守ってくれるのがUUUMじゃないですか。で、まあ僕だとアパレルやったりとか、まあ伝願もね、塾やったりとかしたいって言ってる中で、まあそうなった時に、やっぱりどうしてもUUUMの外の人と関わる機会っていうのが増えるじゃないですか。そうですね。それはもう増えました。てか単純に。単純に増えてるじゃないですか。で、そうなった時に、そのUUUMに入ってると、やっぱUUUMを通してでしか、こう、やりとりができないっていうか、UUUMが一緒にできる人じゃないと一緒にできないっていう、これジレンマがあったんですよね。そうですね、校外生と遊んじゃいけませんみたいな。そうだね。他校の生徒と絡み禁止みたいな。なるほど、なるほど。そういう感じで。いい例えじゃないですか。俺の願望的にはこの人と組みたいんやけど、勝手に外部の人と、まあ、やりとりとかして、ことを進めたりすると、まあ、いけないわけで。怒られますもんね。そう。それが、まあ、親の務めであり、それは当然なんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、僕はちょっともうね。いわゆる闇営業したくなった。闇営業じゃないけど、闇営業ないけど、まあ、もうね、親の判断がなくても、自分のね、意思とか判断で、自分の組みたい人と自由に一緒にやりたいっていう。まあそういう思いが強くなったと。強くなったんですよ。まあそれはそうじゃないですかね、はい。はい。やっぱUUUMは、やっぱ守ってくれるがゆえに、どうしてもスピード感とか、やりとりが、なんかワンテンポ、ツーテンポ遅れちゃうわけなんですよ。間に一人挟みますからね。そうそうそう。もう媒介するのがありますから。はい。やっぱ親の携帯でやり取りしてるわけですよね。なるほど。なるほど。これ分かりやすいね。親の携帯しか持てない。友達からメール来たら、いちいち親にちょっと携帯貸してっていう手間が増えるという。そう。友達から LINE 来てるかなみたいな。なるほど、なるほど。僕は正直そこが一番でかくて、かばってくれるがゆえに、まあ逆にそれがね、時に障害となってしまうこともあるので、そういったことが一番大きな理由として、まあ今回UUUMをね、やめさせていただくことにしました。はい、もうそれが、もうそれだけです。もうすべてですよね、もうここ。それがもう以上です。もう僕はもう何もないです、今の。まあというわけで、まあただね、実際、UUUMさんっていうのはね、すごくお世話になった事務所ではありますので、どれくらいいたんですか、ちなみに。ほんまに、俺ね、YouTube 始めてから今まで、ほぼほぼUUUMにお世話になったんですよ。そんな気はしますね。で、UUUMに本所属になれるよって時に、俺、アニメの画像とかいっぱい使ってたから、もうめちゃめちゃこっぴどくね。著作権でね。あれもこれもこれも全部直せって言って、いや、そんなんやったら入らへんみたいなのね。そんなことあったんすね。それでもうね、伝わらんやろ。3、4ヶ月、UUUM所属が間延びするって。まあそんな感じで、まあほんまに長いことお世話になって、ここでちょっとね、感謝のお手紙をね、書いてきたので、そうですね。読みたいと思います。はい。もうこの先はね、見たい人だけ。だから、視聴者からしたら、誰それみたいな。え？誰それ？誰それみたいな。しかもほとんど名前モサイクが P やから、わからんわけよ。マジ誰かわからん。じゃあ、読ませていただきます。はい。お母さんへ。とりあえず好きでした。またご飯行きましょうね。終わり？終わり？終わり？川さん補足していい？うん。川さん、はい。ダイラ端子シャトルランの時、必死に余った片栗粉片付けてくれてありがとうございます。いや、ほんまにそれはもう気になる人は見てもらったらいいけど、あれ実は裏方で十何人のUUUMの方が来てくれて手伝ってもらってっていうのがあったんで、そういうところのサービスも本当に今までお世話になりましたね、我々。本当東京のよ、ベンチャーのもう IT 企業大手が、なんか知らんけど、片栗粉をシャベルでずっとすくってる。で、ふっかーさんは、この前会った時に言ってたのは、あれが2020年の一番の思い出らしいね。はい。本当に、どんな時でも、ミーティングには市川さんがいた。いた。基本的に、多分8割以上いたんじゃないかなっていう。いた。ぐらいの感覚です、僕は。しかもめっちゃ高い役職の方。そう、高い役職の方でね。なんかありますか、市川さん。市川さんはね、やっぱね、大好きって聞いてます。それはまあいいんじゃないですか。鎌田社長です、なんか。鎌田社長？まず、僕が一番覚えてるのは、UUUMの、僕は忘年会がやっぱね、記憶に。ああ、忘年会ね。そうそうそう。結構UUUMって忘年会にお金使ってると思う。お金めちゃくちゃ使ってますね。なんかクイズ大会とかした時に、例えば景品とかで、ただマックがもらえたり、まあ僕ら、しかもそういえばさ、俺ら熱海旅行かなんか当たらんかったっけ？当たったそういえば俺ら熱海。しかもそれもらってない。熱海旅行どうなったかだけ、ちょっと鎌田社長教えてもらってさ、熱海旅行はどうなったんやろ？あれどうなったんですか？いや、もらってない。収益 20% とかそんなんどうでもいいけど、それだけは欲しいね。収益 20% に行けよって話かもしれんけど。でもほんまなんかね、そういうのももし今後、なんかぜひ行ってもらえたらね、楽しいかなと。ビンゴの福利厚生がめっちゃいい。いや、確かに確かに。で、忘年会、UUUM運動会とかああいうのはもうないんですかね。あったけど俺らが行ってないから、あれ。あれ結構前の記憶ないから。俺が多分断ってるだけだし。行ってあげましょうよって感じやけど。UUUM野球部行って。UUUM野球部行って、俺。ちゃんと、UUUMの制度に参加してる。UUUM野球部行ったけど、UUUM野球部な1回だけ行って、それでちょっと肉離れして帰ってきたから。でも確か、俺さ、UUUMさんが企画してくれたこと、UUUM運動会行ったら、なんかあんまり友達できひんくて。なんかあぶれて、コメント欄でもなんか、花を陰キャじゃねみたいな感じだったんで、なんかそのあたりの、こう、誰とでも友達に強制的になれるシステムみたいなのあったら作ってください。じゃあ、ナウさんはね、ナウさんとの出会いは、カラオケで、花を店員ドッキリ。うん。ゆきりぬコラボ。あの時か。あれが僕の初めてのナウさんとの出会いです。まあこの方はですね、いい意味でも悪い意味でもね、言うべきことは全部言っちゃうタイプの人。そうですね。人。やっぱバシバシ。バシバシ。だから、会社の大人とも嫌になってるのを僕は目撃したことがあります。それは大丈夫なの？大丈夫かわからないけど。でもこれは我々のようなクリエイターを守るためにそのことを言ってくれてると。時には守るためにやっぱ外部の人ともやっぱ対立してでも、そうですね。クリエイターを守るという姿勢。僕が見たときは、ゆきりぬさんそれはできませんとか。なんかゆきりぬ本人じゃ、なんか言いづらいこともバディがちゃんと立ちはだかって言ってくれるみたいな時が。ほんまにゆきりぬのことを大好きに思ってるからこそ、なんか親の気持ちで守ってくれる。そうですね。ただ、ナウさんに一つ言いたいのは、ゆきりぬにドッキリするときに、隙が多すぎです。全部ゆきりぬに過去バレてきました。それは、非常にバレずにドッキリをやる手法をマスターされることを非常にお勧めしてますっていう。提案。YouTuber としてのね、提案というか。いや、本当に提案という形になるんで、まあ、さて最後になりましたが、まあ、大きな情熱でね、クリエイターを支えていただいて本当にありがとうございましたと。ありがとうございました。いうことです。はい。ゆきりぬのこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、最後ね。じゃあ、我らがマネージャー、ワッキーへ。思えばワッキーは、UUUMに入った当時からずっと担当としてお世話になったね。なんか、お前の方が上みたいな言い方が。これは新郎新婦のね。あ、新郎新婦だ。新郎新婦と新婦ぐらいのテンション。あ、そういうことね。ワッキーはいつもポワポワしてて、いつも何を考えてるかわからないような人で、この人本当に大丈夫なのかなと、最初は思っていました。最初はね。でも、ここ最近は、ワッキーがとてもすごい人だということに気づきました。UUUM 内で炎上しそうなことが起きても、いつもポワポワしていて、落ち着き払っていて、落ち込んだ素振りを1ミリも持たない鋼のメンタルの持ち主で、本当に尊敬してます。僕はそんなあなたのことを心の中でタレパンダと呼んでおりました。お世話になってるんだよね。お世話になってる。タレパンダなんよね。タレ、いや、それはいい意味だよ。いい意味でないね。タレパンダとズミさんでちょっと被らへん。まあまあ、確かに、めちゃくちゃね、ほんと何考えてるかわからんからね。そうなんですよ。なんかいつも、テンションがずっとノーマルというか、そうそうそう。ああいう人って多分暗殺者に向いてると思う。それはちょっと俺の口からはとてもじゃないけど。なんかスパイとかにめっちゃ向いてそうだ。まあ確かに、あの人がもしスパイやったらバレへんな。絶対バレへん。もうポーカーフェイスのプロ。ポーカーフェイス。で、伝願や僕のクソしょうもない話に付き合ってくれたり、伝願が会うたびに聞いてくる。ワッキーって人生何が楽しいんですか？クソ失礼なこと聞いてるよな、冷静に。という質問にも、毎回美味しいご飯を食べることと、毎回ちゃんと答えてくれるところも大好きです。大好きです、本当に。それ聞くために聞いてます。まあ、尺の都合上、あまり長くは書けないのですが、あなたと共に二人三脚できたことは、僕らにとっては、最高の思い出であり、財産でございます。はい。この思い出のたすきを握って、この YouTube という長いマラソンレースを駆け抜けていきたいと思います。今まで一緒にいてくれて、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。いや、本当にお世話になってるし、ほんまに俺らが変なことやった時にね、なんていうか何も言わずにね、いい感じにその場をね、ちゃんとしてくれるというか。うん、なんか、笑わせようとしたら結構、そのまま受け入れられる。そう。ネタで、鎌田社長の100本抜いてみたっていう企画どうですかって言ったら、ええんじゃないですかとか言うタイプなんですよ。だから度量が広いよね。いや、めちゃくちゃそう。器がめちゃくちゃ大きくて。まあ、ほんまにワッキーじゃないと、務まらなかったんじゃないか。そうですね、本当に。まあ、猛獣使いと言われてたらしいですからね。我々のような自由奔放な。猛獣使い。もうクリエイターをいっぱい持ってるっていう。ふさわしい。はい。というわけで、まあ、そういうわけで、僕たちはね、UUUM を辞めさせていただきましたというお話でした。はい。で、今後なんですけども、まあ、プレゼントの宛先とかね、変わっちゃうと思うんですけども、まあ、概要欄に、もうずっと記載しておくので、そちらの方を確認してください。はい。はい。というわけで、それでは今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい。UUUM の皆様、今まで本当に、せーの、ありがとうございました。